パイア石器 H-25、アセスフランクリン D ・ルーズベルト搭載機のハップ -2H-25 ミュール、ハップレトリバーは、1940年代にアメリカ合衆国のパイア石器ヘリコプター車で開発された単発星型エンジン搭載のタンデムローター式汎用ヘリコプターである。アメリカ陸軍やアメリカ海軍、カナダ海軍、フランス海軍等で運用された。また、 初めて自動操縦装置を装備した量産ヘリコプターでもある。1945年に航空母艦や戦艦、巡洋艦から発艦できる小型の汎用、救難ヘリコプターを求めたアメリカ海軍はヘリコプター各社に応募をかけ、パイア設計社やシコルスキー社が参加し競争した結果、パイア設計社の試作した XJHP-1 が採用され、ハップ -1 として、 生産命令が降りた。ハップは、管内に格納できるよう折りたたむことができる直径11メートルのメインローターを有した。この比較的小さなメインローター直径により、折りたたまずとも空母の昇降機に乗せて運ぶことを可能とした。ハップ -1 は 525HP の離陸定格出力を持つ一つのコンチネンタル R-975 から34。 星型エンジンを搭載していたが、それ以降の方では 550HP を発揮できる R-975 から42、または R-975 から 46A 星型エンジンを搭載した。捜作、救難任務においては 181kg を持ち上げることのできるウィンチを複操重座席を折りたたんだ状態で使用することができた。工事員に耐える能力を デモンストレーション飛行で披露した際、意図せず、ループ起動を行った最初のヘリコプターとなった。アラバマ州の US Army Aviation Museum に展示される H-25A1949 年2月に最初の32機のハップ -1 がアメリカ海軍に引き渡された。その後すぐにエンジンをより強力なものに変更し、 水平安定版等を取り除いたハップマイナス2の運用も開始された。ハップマイナス2は自動操縦装置を備えた最初の量産ヘリコプターとなった。対戦任務のためソナー等の設備が追加された機体はハップマイナス2エースと呼ばれた。アメリカ海軍はハップマイナス2でレイリストと呼ばれるシステムの試験を行った。これは無人のハップマイナス2を 地上局から無線で制御し、指定した地点から5フィート以内でホバリングを行うというものだった。エドエアクラフトは、ハップ -2 を使い、グラスファイバー製の船体とアウトリガーフロートで、不要試験を行った。アメリカ陸軍も改良されたハップ -2 を、H-25 エミュールとして採用したが、ほとんどはすぐに、部隊から退きハップ -3 という名称で、 アメリカ海軍で使用された。アメリカ陸軍では、H-25A に、中 38mm ロケット弾、ポット2機と 7.62mm 機銃2丁による武装化を試験的に行った。1954年、カナダ海軍は、H-25A を3機発注し、8分 -3 の使用に回収された後捜索、救難任務や、 その他様々な用途で活用するため CCGS ラブラドールに搭載された。その後は遠距離早期警戒レーダーの建設作業等にも使用された。6年間で339機が生産され、その後余剰となったいくらかの機体は民間機として登録された。フランス海軍にも少なくとも7機が移送された。百五十三年にアメリカ海軍のップが 救難任務を行っている、ヨースカナディアンミュージアム・オブ・フライトで展示される、カナダ海軍のハップマイナス351から166216桁の数字は、米国海軍航空局の局番号。アメリカ陸軍からアメリカ海軍に移管された50機の H-25A、ハップマイナス3は、すべてに、新しい局番号が与えられている。カナダ海軍に移管された三機も、 再指定されたが、元のアメリカ陸軍のシリアル番号を保持していた。復元、修復中 H-25 データ、from James All the r s や c r a f t 1956-57。ありがとうございます。